イノベーションフェア in 有楽町2024開会式を執り行いたいと思います。経済産業省としても引き続き厳しい状況の中で果敢に挑戦する中小企業の前向きな取り組みを後押ししてまいります。多くのお客様に展示品を直に見ていただき、その成果を実感していただけるものと大いに期待しております。イノベーションフェア in 有楽町2024の開催です。どうぞ。弁当屋の息子かよ、恥ずかしい仕事だなって小学校2年の時に言われたのがすごく印象的で、でもっとこういうメニューをやればお客さん喜ぶのに、なんでこんなメニュー構成なんだろうなとか、自分がお客様として食べてる間にだんだん改革したくなってしまったんですよね。まあ父親からすればしてやったりというか、オフィスで女性が食べてるのを見て男性陣が、あ、そうなんだと思って食べていただけるってことは、女性に喜ばれるメニューをどんどん増やしていけば、結果的にそこで働いてる、オフィスで働いてる男性も注文してくれると。やっぱり材料費を多くかければいいものができる可能性が高くなるんですよね。そういう意味でやっぱり 50% はかけたいし、かけようと。お弁当12時まで届けるってことは、やっぱり早めに、まあ、6時半から作り始めて、まだ注文数が確定していなくても、車を出発させないと間に合わないんですよね。2007年から先ほど言った当日注文当日配送で 0.1% しか材料が残らないっていうサプライチェーンマネジメントとしてスタンフォードの教材になってて、こういうふうにやると失敗するよってここに書いてあるんですね。ってことは、ここに書いてないことは、お客様のためを持ってやる分には何をやってもいいよという、僕は従業員に対する権限以上をここで訴えたいと。まあ、あらゆることにチャレンジしたり、まあ、他の企業と提携したりしながら、やっぱり結果的には社会貢献していくというところはやっぱり必要なのかなと思ってます。グッカから芹澤モアさんと結城里奈さんです。よろしくお願いいたします。お願いします。お二人はこうしたこう企業レポート、しかもビジネスに特化したようなレポートというのはこれまでされたことがありますか？いや、もうほぼ初めて。はい、私はですね、今回調査でお邪魔したのはアクセスエンジニアリング株式会社という会社です。はい、本社は神奈川県の相模原市なんですが、開発組み立ての拠点が群馬県の館林にあるということなので、そちらに伺いました。じゃあ、降ろしてみましょう。はい、ドキドキします。あ、降りてってる。もあちゃんも実際に乗られてたじゃないですか、うん、階段を下がっていくの、はい、あれ本当は怖かったとかないですか？本当に怖くなかった？本当に怖くなくて、乗ってる感じがもうしないぐらいすごい水平っていうのに動いてくれて、気づいたら下についてるみたいな感覚でしたね。はい、私がお邪魔させていただいたのは、東京都内の新宿区に本社を構えるライノジャパン株式会社さんでございます。いや、軽いですね。もうちょっと強く。え、いってるか。え、やばい、やばい、これやばい。え、割れない、全然割れない、すごい。さりなちゃんが割ろうとしてさ、全然割れなかった卵あるじゃん、あれ、はい、本当に卵なの？あ、そうなんですよ、あれ本当に卵なんですけど、あ、卵なんですけど。ありがとうございました。ありがとうございます。芹澤モアさん、そして結城里奈さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。バイミロン。はっきり覚えているのは高校1年生の冬に
サッカーでの人生設計全部書いたんですよ。で、こういう風になる、こういう風になる、なりたいではなくこういう風になる、全ての病は腸から始まるって言ってるんですね。そりゃそうですよね。食と書いて人を良くする、もう人間は食べ物でしかできてないですからね。お金がどのぐらいかかるかなんて全く分かってないわけですよ。そしてその研究だけじゃなくて、その研究からプロダクトを作るとか、じゃあそのプロダクトを作るけどこれマーケティングどうするのかとか、でこれは 2C でいくのか 2B でいくのか、はい、これ研究は何に使う、うわもうね、知ってたらやらないと思いますね。だから失敗あるのみで、失敗しなくてそれ成功したらもうそれでいいじゃないですかっていう感覚になったんですね。毎日違うヨーグルトを食べた方がいいと思います。ただご自身に合わない菌ももしかしたらいるかもしれないので、成功というのは、まあ、先ほどの質問の答えなんですけど、自分のことやりたいことやってるかやってないかじゃないですか。本当にやりたいことをやれてるか、みんなが幸せで健康で自分の好きなことにチャレンジできる世の中を作りたいっていうことなので、その一助になるんじゃないかなっていう、その土台として健康があるんじゃないかなっていうぐらいなので、その先のなんかコミュニティ作りとか街づくりとか教育とか、まあそういったところに、まあ僕らは次々チャレンジしていきたいなとは思ってますね。ご自身の見込み客になりきってもらって、今自分そして皆さんの会社自社がね紹介された時のその言葉を見込み客として聞いた時にどう思うかなんです。どう思ったんですか。イノベーション、事業再構築、先導していくのはね、やっぱり日本は中小企業、小規模事業者だと思うんですよ。事業再構築補助金いつもいつも満杯で、その成功例を今日ここに皆さん集まっていただいて見ていただいてるんだと思います。本日は皆様交流会にもご参加いただきましてありがとうございました。本日はお疲れ様でした。そしてありがとうございました。